はい、ママが入院しての初日です。ご飯食べてます。昨日のマクドナルドの残りにパパが作った焼きそばを乗せています。さやちゃん、はい、学校の宿題もしてます。日記を書かないといけないようで、赤ちゃんが生まれた日記を書くそうです。はい、りくちゃん、りくちゃんもいます。りくちゃんも元気です。あれ、恥ずかしいのかな。はい、けくんもいます。ご飯をいっぱい食べております。今日までです。この家族4人で暮らすのは明日から。けいくんとりくちゃんはおばあちゃん家に移動します。はい、さやちゃんはここのお家でパパと2人で暮らします。はい、今携帯電話でママとお電話します。ママ、あのさ、日記にさ、ママのおか赤ちゃん生まれたよっていうやつさ、ドキドキ赤ちゃん生まれたよっていう日記書いていい？ありがとう。それが聞きたかっただけです。宿題の日記に書いていいかって聞いたの。ケイくん、うん、ありがとう。ママと話す。ママ、みなさん、なんかさ、ねえねえなさ、してくるんだけど。ケイくんがね、このスマホをね、ぎゅーっとね、押してきたって言いたかっただけだよ。ママ元気？元気じゃないよ。会いたいけど会えないかもしれないね。その間に3年生になってるかもしれないよ。それはないわ。オッケー、バイバイ。ケイ君が変わりたいって。バイバイ。ああ、もう切れた。食べたかったの。あら、まあ、また後で電話してあげるか、パパがね。泣かないよ。私のでやる。じゃあもう一回かけてあげて。ママ、ちょっとごめんね。ケイ君が話したいっていうことがあるから、私、その間にケイ君が1年生になってるかもしれないからね。ちょっと待っとって。もしもしって言うよ。耳に当てないと。耳に。ゴリラ。ゴリラじゃないよ。ゴリラし、ゴリラでしか。そのうちはね、バイバイだだ。そのうちパパは進化するかもしれませんよ。はい、よかったね、ママにお電話できて。ママ、バイバイ。それじゃあね、バイバイ。ママと一緒遊びたいからね。切れた。ママっぽいね。はい、よかったね。また後で電話してみましょう。はい、便利な世の中ですね。いつでも電話できて。チャンネル登録よろしくお願いします。